ダイナーは、平山夢名による日本の小説。2009年10月に、ポプラ社より、単行本が、2012年10月に、ポプラ文庫より、文庫版がそれぞれ刊行された。第28回日本冒険小説協会大賞、第13回大矢部春彦賞受賞作。NHKFM の青春アドベンチャーで、ダイナーのタイトルで、ラジオドラマ化され、 2013年2月25日から3月8日まで放送された。また、河合隆のにより、ダイナーダイナーのタイトルで漫画化され、週刊ヤングジャンプにて、2017年36.37、合併号から2019年2号まで連載された。あと、同社のウェブコミックサイト、隣のヤングジャンプに移籍して2019年1月19日より、連載中。 電子版を含めたコミックする意発行部数は110万部を突破している。2018年5月15日からは w e b アスタにて続編となるダイナー2の連載が開始された。2019年7月5日にはディナーダイナーのタイトルで実写映画が公開された。監督は蜷川美香、主演は藤原達也。 金に困ったごく普通の女性、大バカな子は、ある裏社会の仕事に関わってしまったがために、監禁され、殺し屋たちが通い詰める、会員制ダイナー、キャンティーンのウェイトレスをさせられることになる。金子はそこで、ダイナーのシェフのボンベロや、殺し屋たちの人間模様に触れていくことになる。NHKFM の青春アドベンチャーで、ラジオドラマ化され、 2013年2月25日から3月8日まで22時45分23時に放送された。全10回。主演は原田夏樹。ディナーダイナーのタイトルで映画化され、2019年7月5日に公開された。監督は桜んヘルタースケルターに続いて、監督3作目となる、荷長は美主演は藤原竜也。キャッチコピーは、 ようこそ殺し屋専用の食堂へ、うまい飯を食うか、それとも死ぬか客は全員、殺し屋。命が、くず同然の食堂で、殺し屋いゲーム開演。ディナーダイナーに関するカテゴリー。ありがとうございます。